はい、こんにちは、アルブル木工教室の辻です。ですね、また、15分の、チャレンジということで、今日は販売法2枚ですねを使ってヘキサゴンシェルフを、作ってみようと思います。丸ノコを角度切りしたいと、これ角度変えれます。ヘキサゴンシェルフを、2個作ってみようかなということで、15分のチャレンジで、やってみたいと思います。道具を説明していきます。まず必要なのがこの丸ノコ、まあ、手ノコでもいいんですけれど丸ノコが早いと思います。台に乗せる馬ですね、フリーアングル、ガイドですね、角度、定規ですね、こういうものが、ホームセンターに普通に売られてます。あとは直角定規、鉛筆、最後締め付けるときにこのベルトクランプがあるといいと思います。じゃあ、そんな形でもう早速やっていきたいと思います。じゃあそのまま仲回ししてください。はい、こういう形でキックバックを防ぎながらやってください。じゃあ、どうしようかな。一辺をとりあえずで300ずつにして切ってやりたいと思います。300取れるかな。300、900、300、取れないのか。290、一辺を280にしてカットしていこうかな。はい、では墨付けをします。こちらから280ですね。こちらからも280で2枚まとめて一緒に切ってやるような形で進めていきます。はい、ではでしっかり押さえて揃えておきます。はい、 OK ですね。じゃあこれでカットします。ちょっと馬が、はい、これで180切っているか。180、はい、ぴったりですね。はい、じゃあ今度は端から280また取ってやりましょう。面白いこれ。どうなんだろう。なんか面白いこと喋りながらやった方がいいかな。はい、ちょっとキックバックしそうでしたね。この受けがいらない。280が4つできて、ラスト1個が、今何分ぐらい？今6分です。6分。はい。急ぎます。
個じゃなくて1個にし280ね、280と、入れて、そうですね、はい、7分半、はいはい、2x4 材はこういう割れとかがよくありますね。でねじれもあるのでなかなか精度も難しいと思うんですけど、はい、結構ぴったりですね。はい、目分量でもここまで精度よくできます。はい、じゃあこれを今度はこう組み合わさる形にしたいヘキサゴンなので、ここのぶつかる角度が60度ずつになりますね。そうだよね、正三角形で6つできるからここの一辺が120度になって、120、120、360の半分60で出る。はい、はい、じゃあ、丸ノコを60度に設定してやります。で前これで思いっきり失敗したんですけど、準備をしてお、かないとですね、なかなか終わらないと思うので、一応これ角度定規で60度を作ってあります。これで丸ノコの角度をこういった形でですね、60度になるように合わせてあげて、はい、でこれで締めます。よいしょよいしょ。で、まあ、この角度定規の決め方なんですけれども、こういうものがですね、ホームセンターにあると思います。まあ、これも角度定規って言ったりするんですけど、これを60度に合わせます。でこれをここの自在金のここにこういうふうに中から差し込んで平面をつけて、これを設定してやると、あそこここね、はい、こういうふうにしてやるというふうにすると、この60度という数値からこれができると。でこれをここにピタッとつけてやるというような形になります。はい、じゃあ、どんどん切っていこう。そしたら今度はこの、まあ、もちろんフリーアングルでこれをこう合わせて端っこを切ってやるっていう風なのでもいいんですけれども、今基本は280mm で、設定ができたので、あとは物理的にこういう形でガイドに合わせて、でこういう風に切ってやろうという風にしてます、しようと思ってます。だから実際は280よりもちょっと短くなりますね。はい、じゃあその方法でちょっと丸の方でどんどんカットしていきましょう。じゃあ角度上はからで、スタッフの森川さんもぼーっとこっちを見てるこの時、刃は出しすぎないようにしてください。こんなもんかな。よし、いき
します。本当はここデールがもうちょっと長ければやりやすいんですけど、まあ僕慣れてるんでもうこのままでいっちゃいます。いきます。届いてない。深さ届いてない。もう一回いきます。挟み込むかな。でこういう形で、60度に切ることができます。はい、じゃあ他のもどんどんやっていきましょう。丸の子が重い。なんで2個って言ってしまったという。はい、じゃあこれをベルトクランプで締めていくと、まあまあ実際もう出来上がったようなもんなんで、ね、あの丸の子のその角度の、 あのものをどういうふうに使ったらいいかみたいな、まあ、そういうものをレクチャーしたかったので、まあ、実際はまあこの動画はここまでみたいなあのものなので、この後もあのよろしければちょっとまあ参考に見てください。ボンドをひたすら塗っていきます。よいしょ。で接着の時はこういう粉があるとするので外しながらですね。はい、そしたらよいしょ、外して、これがコーナークランプですね。ここロック外して伸ばして、よいしょ。で、あの額縁みたいな45度のものを作るときは、このコーナー、これがあった方がいいんですけど、こういうときはもう外してしまった方がいいですね。90度じゃないので。分かった、森ちゃん。はい、はい、よいしょ。これを締め込んでやると、よいしょ。そうするとこういうふうにニュッとボンドが出てきてついていることがよくわかります。でロックをして、であとはちょっと整えてというような感じですね。でテンションをかけて、あとは締め込んでやると。
ったりですね。はい、これまあ丸の子のあのあれです、角度の設定をきちっとしてやったらこういう風にピタッとつきますね。OK、てな感じかな。はい、じゃあ、まあ、あとはこれで乾燥を、させたらもう基本出来上がりということなんですけど、まあ、今の状態で、角度何度になってるか、あの一応あの測っておいてください。ここの内が120度になっておる。おお。ちょっともうちょいきつく締め込んでやりましょうか。ベルトクランプはここをこうやって回してテンションをかけて効かせてやります。はい、はい、うん、綺麗についてますね。 OK、 もう一個もやった方がいいかな。どう思う？やろうか。2個って言ってしまいましたね。まあ、ここは早回しにして、ない？いや、大丈夫です。大丈夫。はい。はい、じゃあそのまま。あ、待ってるんだっけ？はい。はい、ということで、今接着待ちなんですけれども、まあ、これで基本こういう形で、ヘキサゴンシェルフが出来上がりましたよという形です。1x4 材すごい安いです。500円以下、300円台で買えるのかな。それで、こういうふうに、1本で、大体、これ高さどれぐらいかな、50センチぐらいの棚が、1個できますよというような計算になります。はい、ということで、丸のこの角度切りというのと、まあ、それを実践してこういうシェルフを作りましょうということで、プランに、ご説明させていただきました。はい、ということで、ぜひご参考ください。皆さんもぜひあの丸のこをお持ちの方は角度切りで使ってみてください。はい、ということでありがとうございました。